吉田さん、こんばんは。廃人ですわ、私は。やることがない。廃人ですわ。どうしましょうね。考えてみれば私の人生ね、山も谷もありませんでした。多分これからもないでしょう。何にもないですね。大したことが起きないというか、人並みのことぐらいしか起きないというか、何も起きないですね。何か起きたとしたら、それはね、いや久保さん、こういう時期があったじゃないですか、これはどうなんですかって言ったら、まあそれは誤差の範囲で起きますけど、そんなにドラマチックな人生ないですけどね、私にはね。まあ吉田さん、山あり谷ありが、まあ、人生なのかもしれませんけど、私は山も谷もないし、なくていいなと思ってるんですけどね。何もなくていいんじゃないのかなと。自分で何も起こさなくても、世の中では勝手にいろんなことが起きていて、なんかね、どうなんですかね、一喜一憂という言葉がありますけども、なんですかね。もうやることがあまりにもないんで、インターネットでわざわざ懐かしのアニメ、懐かしの映画、 DVD とかブルーレイの復刻版買って見ると。で、見て感動したりワクワクしたり、こうね、感情をかきむしられたりとかするわけですよ。私の場合は架空の作品、人間が作った台本で何回も NG を出して最高のシーンを取り集めた映画コンテンツ、音楽、何回も NG を出したね、そういったもの、こういったもの、作り物で感動しております。で、リアルな人生、何にもない。山も谷もない。麻雀屋をやったけど大したことが起きなかった。役満上がった、大して嬉しくない。5万買った、10万買った、そんなに嬉しくない。なんか10万20万負けた、そんなに悲しくない。何なんでしょうかね、これが人生なんでしょうか。もう廃人ですね。インターネットで、お、これすげえ1億円稼げんじゃないのと思ったけど、誤差の範囲ですね、それはね。この喜びも誤差の範囲。いや、なんかね、何も起きて、まだ私の人生始まってないような気がするんですよ。まあ何にもないなね、何にもないな。なんか吉田さんのね、なんか自由の勉強っていう動画を見てて、なんか何にもない人生だなと、なんか改めて隠居が合ってるなと思いました。で、まあ、最初の方でね、動画言われてましたけども、その多くの人はビジネスに所有されている状態が結構あるのかなって感じるんですよ。というか、まあ私が感じなくてもそれぞれ感じるでしょ。明日は朝から会議だからとか言ってね、前の日のレジャーをセーブするとか、今日は体調崩せないから無理できないなみたいなね、そんな40代50代過ごしてみたりとか、つまりビジネスを気にして自分の本来の生命を、まあ安全牌で過ごすしかないかなっていうかね、勝負もできないと。深酒をすると次の日もきついし、大博打をすると評判も会社に響くしとかね、いろいろ考えると思うんですよ。要するにこれを、まあ無礼ながら一言で言うと、ビジネスに所有されている状態なのかなと思いますよね。で、逆にですね、ビジネスを所有している状態に入ったらどうかなと思うんですよ。自分に合わせて仕事が存在するみたいなね、仕事に合わせて自分がいるんではなくて、自分の人生があるんではなくて、自分の人生に合わせて仕事があるというね、そんなことが今インターネットの力でかなりできるようになったのかなっていうふうに思います。もちろん全部ではないです。できる仕事があるっていうだけで、できない仕事も未だに存在しますから、そこに私は職業に規制はないって言葉を当てはめたいと思います。ビジネスに所有された状態でも、ビジネスを所有された状態でも、ね、所有した状態でもね、どっちも規制はないと思うんですよ。それは自分で選べることですし、ビジネスに所有された形をビジネスを所有する形に変えていくことが、まさにね、改革だと思いますしね、そこに、レボリューションが起きるわけですから。で、動画の件はね、私の場合は動画を撮るからこそ、何かね、その動画を見た人からアクションが起きて、私がやることが生まれてくるっていうことがありますし、私のやることっていうのは結局動画を撮ることなんですよ。となると、その動画を撮ることがまた誰かのね、アクションを喚起して、感情を喚起して私にフィードバックを寄せて、そのフィードバックに対して私は動画を撮るという形でずっとループが起きていると。まあ、最たるものが奥社億万長者合宿リメンバーのこの動画のやり取りですよね。私が動画を撮ると吉田さんが必ず撮ると、吉田さんが撮れば私が必ず撮るみたいな形で死ぬまで続くというね、この無限ループと。なかなかいいじゃないですか、これ。この無限ループができないわけなんですよ、ほとんどの方は。まあやる必要もないですけどね。で、今日の動画のまとめなんですけども、そう、仕事と自分が一体っていうね、表現、これちょっと分かりやすくすると、例えば私がね、まあ車を買うわけですよ。車買いました、車乗ります、楽しいです、
で楽しく車に乗ってるところが集客になってます。で集客した結果それが収入になってます。その収入で何を買うかというと車のメンテナンス費用、ガソリンを払います。ガソリンをね、車のいろんな経費を払うじゃないですか。そして乗るじゃないですか。乗ったらどうするかって言ったら楽しいですよね。楽しくってそれが収入になると。で収入になるからそれをその収入でまた車をメンテナンスする。これもぐるぐる回るわけですよ、うん、ぐるぐる回ると同じようなサイクルが、うん、人生の最初から最後までいろんなサイクルの同じものがこうね終わりまで続いて起伏がないというね。起伏があるとしたらそれは誤差の範囲でこういうのありますけども、ドラマチックなうわーっと盛り上がりとかドラマチックなうわーっと転落とかっていうのは自分がそれをねドラマチックだと、うん、自分の人生はすごくね、激動だったんだとかね波乱万丈だったんだっていうふうに思いたいからこそそういうふうになるのかなと思いますけども、まあでも自分の経験ごときは、うん、世の中に腐るほど溢れてるなと思えば、まあ山も谷もないなと思ってしまうのが私なんですよね。誤差の範囲でしか、うん、ブレてね、こうね、上下起きてないかなと、うん、まあそんななんかね、廃人生活でございました。廃人ですね。本当はね、小さな喜びを大きく感じるこんな感性が必要なんでしょうね、きっとね、うん、まあそんなね、なんか東洋人、西洋人か欧米の人みたいにブラボーみたいなね、そんな感覚があればいいですけどね、まあ、日本人は感動の表現が小さいということでございます。その最たるものが私でございますね。全然感情の起伏がないと言いますかね、やることがないと言いますかね、山も谷もないというね、このなんか人並みすぎる人並みの人生を送っております。隠居がまあベストでございましたね。